はい、こちらが、楽団の練習場になります。練習場、はい、そのさっきお話聞いたオーケストラハウスっていうんですかね。そうですね、の合奏場になります。合奏場、はい、あ、いいですか。どうぞ。はい、どうぞ。わあ、いわゆるその奥ね、たくさんこう段違いのあれがあって、はい、あれはいわゆる反射板なんですか。あの、はい、音響をこうコントロールするというか、まあ、こういうもので、あの少し、響きを、あの作るっていうような意図があるんですけど。ああ、そうなんですか。はい、でもまあなかなか、あの最初思った通りの響きにならなくて、あのご覧いただけたら分かるんですけど、ちょっとだけこうクッション材みたいなものが入ってるところがあるんですけどね。クッション材パッと見て分からないんですけど、はい、あの色がね、同じ色、茶色の色がちょっとずつ違うってことですか。はい、でね、あれがね、実はスポンジみたいな、あの素材になってて、それで少し残響をこう、あの、あ、そうなんですか。はい、そうなんです。コントロールしてるんですけどね。天井も高いですよね。そうなんです。やっぱりあの一斉に大きな音が鳴りますんで、はい、あの天井低いとどうしてももうぐる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 回っちゃって、あ、ね、音が取りにくいので、あのそういう意味ではかなり天井高いことで、いろんなオーケストラの、はい、まあ、楽器のバランスがこう分かるような響きになるので、いわゆるこの高さ大事です。かバンドの練習とかだとこう結構、はい、あ、この響きが全然、はい、いわゆるその普通のバンドのリハーサル室と全然違いますね、うん、そうですね。なのでやっぱりある程度その響きを持って、はい、でそれがこう音のオーケストラの音を作っていくっていうことになるので、まあ、ある程度そういう、響きがないと逆に練習するのも難しいんですよね。あ、はい、そういうことなんですね。わ、はい、なんかありがとうございます。いえいえ、ここでいろいろ皆さんやってる。そうなんです。また、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい。そんなわけでやっぱりそのザードをね、はい、こうやってあの最初レコーディングに参加してくださって、はい、そこからもう何年かしているわけで、もう一回その、まさかの流れで、はい、ザードをね、今回やることになったわけですよね。はい、どういう経緯だったんですかね。もう一回ちょっと改めて。実はまあ本当にひょんなことからですね、長戸さんに、長戸大鼓さんに、はいはい、お会いさせていただく機会をいただきまして、でそのザードの、まあ、これまで、まあ、あの残念ながら早く亡くなられてしまって、その後 の, あのフィルムとあの生のバンド の,、あのコンサートのこととか、はい、まあ、そういうふうなお話をいろいろそこでお伺いしまして、で、まあ、あのそれってでももしかしたらあのそのバンドの部分をオーケストラに変えてやれるなんてこともできるかもしれないですねみたいな話をちょっとその時させていただいたんですよね。でそうしたらもうあの本当にそのお食事をご一緒させていただいているうちに、はい、あのこちら の, あの DVD をですね、ああの私の方にあのすごい速度ですね。もう本当にもうその長戸プロデューサーの、はい、あのもうでまずは とりあえずこれをあの見てみてくれと、はい、でこれを見てあのできるかどうか判断してくれというふうなことをおっしゃられてですね、であの早速あのこれを頂戴して、楽団に持ち帰って、あのうちの制作のメンバーとかとも、はい、これってできるかなって話を、まあ、いろいろあの話をしててですね、でこれはもうあの多分いけるといける、はい、あのもちろん、バンドの音楽を、はい、オーケストラにこうアレンジをしてもらわないといけないわけですけど、山下康介さんがですね、はい、あのまあ、本当に素晴らしい編曲をされるのも存じ上げてましたので、もう山下さんにこれはもうこのバンドの、音楽をオーケストレーションしてもらえれば、はい、もう絶対にできるはずだっていう、まあ、ちょっと確信があったものですから。確信があったんですね、はいはい、なのでもうそれをもう今度また長戸さんの方に、はい、ちょっと長文のメールをですね、長文メールですね、書かさせていただいて、はいはい、でそこであの長戸さんの方にあのぜひさせてくださいというお話をそのメールでさせていただいた後で、はい、多分長戸さんの方から寺尾さんにあの話があったんだと思うんですね。そうなんですよね。そのオーケストラにできるその可能性っていうのはもっともっとこうあの無限というかすごく広いと思ってます、はい、でそんな中でやはりこの坂泉さんの歌声であるとかあの作品っていうのは優しかったりあのすごくこう勇気づけられたりってさっきそんな話もさせてもらいましたけど、はいはい、そういうその、心に響くっていうことっていうのはすごくこう感じてるんですね、はいはい、でそういうふうな作品は間違いなくあのオーケストラと一緒にあのさせていただいてもあのマッチすると
と私は思うんです。でやはりそのオーケストラというそのまあ例えばまあ60人ぐらい の, そのプレイヤーがですね一つの音楽をまあそこでこう奏でるわけですけども、作り得るこうパワーというかそういうふうなものっていうのがやっぱりその酒井さんの歌声とこう一緒になった時に必ずそれはこう素晴らしいものになるだろうなっていうイメージができるのと、山下さんのアレンジもう本当に魅力的なんですよね。あのオーケストラもすごく映えるように、はい、あの効果的に作ってくださいますし、それでいてその、歌われるアーティストの邪魔はしないという、はいはい、本当にこう絶妙な絶妙、ね、あのアレンジをされるので、はい、やっぱりそういう形でね、はい、あの皆さんに聴いていただくのはね本当にまたちょっと違った、はい、あの、はい、世界観で楽しんでいただけると思うんですよね。いや本当楽しみですよね、はい、そうですね、まあまあ、あのビルボードクラシックスさんはあの、まあ、すごく感染症対策を、ね、しっかりやっていて、まあ、我々、うん、あの弊社もそしてあの日本全人口腔楽団さんもそういう形で、はい、取り組んでおります、まあ、あのなかなかねぜひ来てくださいっていうのはちょっと難しいタイミングと時期だとは思うんですけれども、機会がありましたらぜひ会場にね足を運んでいただけたらと思っております。演奏者もちゃんとあの感染防止には、はい、あの十分配慮しながら、本当にいい演奏をお届けできるように、はい、あのしたいと思いますので、はい、本当ぜひあの会場でねその、はい、素晴らしいその酒井さんの歌声と一緒にこうなんかこうなんて言うんでしょうね、あのこんな時期だからこそ、はい、そういうあの音楽を聴いていただきながら、はい、またちょっと元気をあの出して頑張るぞっていう気分になってもらえたらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。今日はですね、日本センチュリー交響楽団楽団長の望月正樹さんにいろいろお話を伺いました。望月さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは、ウィザード TV、今日はここまで。バイバイ。Just for you.